おっす、セムです。本日はですね、環境問題といえばこの方、武田邦彦先生をお呼びいたしました。わあ、そういうノリで来たわけですね。ありがとうございます。いや、どう、今日はですね、ちょっとあの日本がちょっとここがおかしいよっていう、いろんななんかこうわけのわからん規制をされてますよね。はいはいはい。でまず第一にですね、猛毒って言われてたダイオキシンなんですけど、はいはい、そもそもこれどういったものなんですか。物を焼いたらできるもの。物を焼いたらできるもの、まあ、特に400度から500度。はい、でそれは猛毒なんですか。かつて200万年ぐらい前は猛毒だったと思われる。200万年前。そう、はい、200万年前にいると、はい、人間にまだダイオキシンの、うん、まあ、今で言えば抗体ですね、はい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 、レセプターっていうのはまだ人間の体にできてなかったんで、うん、まあ、その頃はもしかしたら少しは死んだかもしれない。その頃の人間はね、200万年前の、200万年前、だいたい200年前じゃなくて200万年前、200万年前ね、はいはい、人間の脳がだいたい 1000cc、 男性の脳が 1000cc、 今は1400から1500なんですけど、まあ、その頃猿からちょうどある程度まで行ってね、類人猿ぐらいのとこ大きいですかね。まあ、す人間に結構近い時ですね。その時は毒だった。男性が性欲を失った頃ですね。お、難しいですね。ちなみになんでこの人間には毒じゃなくなったんでしょうか。人間が火を使うようになりましたね、うんうんうん、それで火を使うとダイオキシンが大量に出るわけですよ、はい、特にまあいろりで薪で、いろりで魚とか、はい、そういうものを焼けば、うん、出ますからね。それまでですとだいたい山火事ぐらいしか接しない、はいはいはい、山火事から逃げればよかったけど、うん、まあ、それから自分たちでいろりの中にこう薪を置いて炊いて魚なんか焼くでしょ、はいはい、そしたらまあ煙もんもんなんじゃないですか。うん、その頃調子悪い人は随分いたと思いますね。200万年前はダイオキシンは猛毒だっていう前提で、すごいなんかわけのわからん規制がされてますよね。はい、そうですね。まあ、例えば焼却炉はダメとか。そうですね。その辺なんでこんな風になっちゃったんでしょうか。まあ、儲かるからでしょうね。儲かるから。そうです。結局測定にも金がかかるし、はい、焼却炉も特定の焼却じゃいけないし、そうですね、温度も昔700度ぐらいだったやつをやっぱり1000度以上にしたし、うん、バックフィルターもつけたと。まあ、まあそうですね。そしたらまあそれは万々歳ですよ。万々歳。国民を恐怖に陥れて金を引き出す商売の一つと。へー。ちなみにこれダイオキシンって毒じゃないんですよね。まあ、もう今の人間には全く毒じゃありません、うん、だけど全然毒じゃない。もしかして専務がオットセイだった場合は、はい、ちょっと危ない。あ、ちょっと体型的にそういう感じがしますけど。いや、スリムですから。スリムですから。ではちょっとダイオキシンを発生させてみます、はい、これあのプラスチックですよね。プラスチックです。ちょっと燃やしてみます、はい、これダイオキシン出ますよね、はい、出ます出ます。出ました、はい、これダイオキシンですね。燃えてますね、これで。このお水はダイオキシンまみれでしょうか。まみれってことじゃないですけど、ダイオキシン入りですね。ダイオキシン入り入り。じゃあ、はい、いただきます。はい、200万年前の人類かどうかの識別はできますね。あ、現代人だ。ちょっと焦げたものが下に残りました。ということでちょっとしばらくこれで置いといて、ダイオキシンで死ぬかどうか確かめてみますね。でちょっと次の質問よろしいでしょうか。はいはいはい、規制といえばね、 CO2 規制とかもそうなんですけど、はい、ありますよね、はい、あちょっと CO2、 武田先生の言論によると、実は地球規模で考えたら一番少ない時期なんですよね今。そうですね。 0.04% になりましてね、まあ、生物の全ての生物の食事は、まあ、人間はもう今 CO2 食べれない、温暖化ガス食べれないんですけど、しょうがないから稲に頼んで、うん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 、稲が CO2 を食べて米粒にしてくれる、うんうんうん、その米粒を食べるというになりましたけど、うん、まあ基本的には生物は全ての生物が CO2 を食事にしてますから。そうですね、ですからまあ 0.04 というともう本当にギリギリですね。ギリギリ。はい、ギリギリです。前はもっと多かったんですか。まあ大体恐竜時代に今の4倍から10倍ぐらいだったんですね。4倍から10倍ですから、割合とこうシダ植物なんか生えて、うん、食料がいっぱいあって、うん、それで恐竜みたいな大きなものが生成する、まあ、そういうことですね。
で今二酸化炭素が、まあ、地中に深くに埋もれちゃって、はい、少なくなってるからこんなちっちゃくなっちゃったんですか。そうですね、もう今の CO2 濃度っていうかね、それでは、はいはい、恐竜みたいな大きなものはもうできないですね。仕方がありませんね。そのあとなんかちょっと体重がありますから、はい、僕なんかよく多く食べて、そうですね、その食料の牽引をしてると思うんですけど、してますしてます。そうですね、はいはい。まあしかしあの恐竜みたいに1トン2トンの体重にはなれないってことですね。そうですね、炭素が少ないから。そう、炭素が少ないから、まあ米がうんと取れない。まあ昔だったら米を植えればどんどんできた、うん、まあ、1年に4回ぐらいできたんですよね。今はそうできません。地球環境的には二酸化炭素がバンバン出た方がいいんですね。もちろんそうですね。ということでございます、はい、意外な話なんですけど、あと地球温暖化って言うじゃないですか、はいはい、温暖化したらなんかこういいんじゃねえのとか悪いんじゃねえのっていろんな言説あるんですけど、ちょっとそれについて、はい、あの短く評論してください。まあ、あの皆さんはあんまり歴史がお好きじゃなくてね、歴史、はい、勉強しないから、はい、そういう変な話が出てくるんですが、あの日本史とか世界史とかじゃなくて、いやもっとあの大きな歴史ね、地球史、地球史で今は正しくは地質学的に正しければ第二氷河時代ということがあるんですが、氷河時代なんですか。順番から言えば第三ですね。第一っていうのが生物がほとんどいなかったんで第ゼロっていう名前がついてるんですよ。ですからちょっと問題なんですけど、最初の氷河時代を第一と言ったら第二がちょうど恐竜が出てくるところ、三葉虫なんかが死んでですね、はいはい、で第三が今なんですね。今が一番地球が生物がいる時代の地球としては一番温度が低いんです。だそうでございます。だってね、はい、動物も赤道直下、そうです、ね、サバンナとか言ってるでしょ。あ、インドのゾウとか、あ、だから森林っていうと植物とアマゾンとくるでしょ。そうですね、インドネシア、そうですね。これでもうと日本なんかで住める、日本ぐらいの寒いとこで住める生物、あの生物ってほとんどいないんです。だから南の方に行くと木々は生い茂ってるし動物はいっぱいいますけど、もう温帯っていうのは人間にとってはまあまあなんですよ。なぜ人間にとってまあまあかというと、着物を着て家があって、うん、暖房があるから住めるんで。あ、なるほど。鳥取でもね、裸でね、はい、家ない暖房ないっつったらね、ちょっと台湾に行きた、ね、台湾に行きたくなるでしょ。ちょっと南の方にですね。そうそうそう、はいはい、だから今が寒いってことは、まあ、そういうこともよくわかる。あ、うん、じゃあそういうことなんですね、はい、今寒い時期なんですね。そもそも第三氷河時代の、第三氷河時代のあの寒氷期なんですね。寒氷期、氷がない時代。なるほどなるほど。少ない時代。ははは。だから今第三氷河時代での中ではやや暖かいけど、氷河時代の暖かい状態だから、あの普通の時の暖かい状態とは全然違います。石油化石燃料を燃やして地球を温めてる人間というのはいいことをしてるんですね。素晴らしい。今一番環境にいいのははいはい、燃費の悪い車に乗ったりじゃんじゃん電気をつけたりすることですね。だそうでございます。アホみたいな規制かかってるじゃないですか、レジ袋とか。ああ、そうそう、小泉進次郎がさ、なんかこう浮かんできた 46%。 あれはむしろこう、それも CO2 もそうだし、それから海にプラスチックのゴミがある、ね、はいはい、日本に漂着してる海洋のゴミってのは全部中国が捨てるんですけど、ところがこれに対して最近まで反論があったんですよ。反論、中国がね、俺たちだけじゃないと、海に捨ててんのは、うん、大西洋、アメリカとヨーロッパの間の海、うん、あそこにもプラスチックゴミがあるじゃないかと、うん、彼らが言ってたんですよ、うん、最近それは論文が出ましてね。論文が出たんですか、はい、あの大西洋のプラスチックゴミは、うん、中国の商船が捨てたもんだと。すごい。で、いや、すごい。それの調査が終わって、はい、あの8割ぐらいかな、中国船だってことになった。へえ、ですからね、それをあのでっかいタンカーとかそういうのからじゃんじゃん捨ててたらしいんですね。へえ、なんかあの炭素税のお話とかも出てるじゃないですか、はあはあ、なんか中国人がゴミをプラスチックゴミを海に捨てるから、日本人が増税になるっていうお話なんですか。じゃあ中国人が、はい、プラスチックをあの海に捨てて、うん、小池都知事が小池都知事レジ袋を有料にすると。なるほど。あの東京都は、東京湾は全くプラスチックがないのにもかかわらず。ですよね。そう、変な時代ですね。変な時代ですね。もうまともにね、こんなカメラの前で議論できないですよ。質問、
はい、なんかこうマイクロプラスチックがどうとか言ってるんですけど、そうですね、僕あのプラスチック誤飲したこと何度もあるんですよ、はいはい、大体なんかこう大きいものだったらあのうんちっちになって出てなんか細かいやつってうんちっちにもならなかったの、あれ消化しないんですか？すぐ分解します。大体ねマイクロプラスチック、普通のプラスチックでもね、はいはい、ちょっとそこら辺に置いといたらボロボロになるでしょ、はいはい、プラスチックって鎖が、長い鎖が絡み合ってるんですけど、それが切れるから、うん、で太陽の光でもこういう空気でもどんどん切れるんですよ、うん、だからもちろんあなたの胃の中だったらすぐ切りますから元気ですからねなるほど。特に酸なんかあるでしょ、胃酸、はいはい、胃酸で切りますよ。あ、そうですか、はい、ですからあんな関係もあるし、大体ね、うん、物は小さくなった方が分解が早いんですよ。というのは表面積に対する体積の比率で決まりますから、はいはい、小さくなりますと表面積が多くなりますからね。マイクロプラスチックが、なんか残りやすいって言った学者がいるんですよね、えあの人は大学を辞めなきゃいけませんねもちろんだってもしもマイクロプラスチックの方が残りやすいだったらノーベル賞ですよ。だって基本的なそういう物理の法則に反するわけですから、それを見つけたって言うんだもんね。すごいですね。だけど金のために言ったんだからまあしょうがないと。さっきちょっとあのダイオキシン入りの水を飲んだんですけれども、はい、ちょっとなんか細かいこのゴミが入ったんですけど、これ消化して僕の体にいきますか？もうあの消化はあまりしないと思いますね。ああそうですか。まああれと油と一緒ですよ。油、油と非常に似てる、うん、だからまあリパーゼで酵素で切れるかどうかっていうその中途半端なところで入ったと思います。なるほどなるほど、はいはい、まあちょっとあの翌朝のうんこを確かめてみようと思います。はい、うなぎとか牛肉の方がいいと思いますよ美味しいですね次の質問よろしいでしょうか？はいはいはい、SDGs ってやつですね、はいはい、あの鳥取で意識高い系のなんか頭の人がね、人たちが引っかかってるんですけど、これについてちょっと評論していただければと。2つあるわけですね。2つ、あの真面目な話でいいですかね？ああどうぞ。はいはい、まあ第二次世界大戦が終わってですね、大きいですね、はい、それであの欧米の植民地がなくなっちゃったわけですよ。はい、なくなりました。もちろんあの非常に国力が落ちてきたイギリスとかオランダなんかは、もちろんイギリスだったらインドも放棄し、オランダだったらインドネシア放棄した。そればかりなくて、例えばフィリピンを植民地にしたアメリカなんかも勝ったのにもかかわらず植民地をもう維持できなくなった、うん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 、ね、これは日本軍が戦った結果なんですが、うんうん、いずれにしても植民地を持てなくなった、うんうん、ところが彼らは450年にわたって自分では働かずに、うんうん、植民地の人たちに働かして生活したわけですよ、基本的に言えば。あ、それでそれをなんとかね、彼らもまあ努力をして、うん、EU にしたり、うん、それからいろいろ産業を起こそうとしたりした、うん、その結果何が起こったかってはね、やっぱり東洋人に勝てないってことになったんですよ。植民地から植民地を脱した東洋人、うん、まあ、例えば最初はあの日本ですよ、うん、日本に勝てない、うん、それから韓国台湾に勝てない、なるほど、それで中国に勝てない、うん、で今インドに勝てなくなってきてる。インド、インドに勝てない、理系ですからね。そう、うん、まあ、あの要するに情報工学なんていうのはインド得意ですからね、うん、そうすると彼らはどう考えたかったら、もうこのままでは、うん、正面から戦ったら勝てないと、うん、一計を案じないかん。なるほど。それがリサイクル騒動であり、うん、地球温暖化騒動であり、うん、今度の SDGs なんです。SDGs、ね。それからそれに加えてもう一つは、うん、中国人はそれに対して自分たちも作戦を考えようとしたわけです。それだから中国は地球温暖化は一番今も 26% ぐらい出してますけど、うんうんうん、全くやってないわけです、うんうんうん、それでやるやるっつってやらない。でそういうふうにこう実際に、ヨーロッパとかアメリカがやってることはどういうことかって見抜いて政府が動いてるんですね、うん、はいはい、だから SDGs なんかも中国は積極にやります。これなんで積極的にやるかっていうと、うん、SDGs をやることによって低開発国の味方は中国だっていうことを印象付けるためにやる、うん、ね、だから日本が SDGs やるんだったらそういうことでやらなきゃいけない。だけど日本は自分が、日本人って自分が損することを喜ぶっていう風があるんですよそれで今やってるってことですね。まあ、それになんか小泉さんみたいなちょっとよくわからない、よく分かってない人が乗っかっちゃってるわけですね。そうです、まあ、なんとも言えない話ですね。まあ、小池さんとか小泉さんって本当に日本人にとっては最悪な政治家だってことですねなるほど、はい、最後にですね、まあ、この武田先生といえばあの南極北極ネタだと思うんですけど、ああ、はい、
あの科学的知識ゼロでお伺いするんですけど、僕あとは高等学校とか中学校とかの時、理科の時は眠ってったとご飯食べて、いや理科は得意だったんですけど、すごい得意だったんですけど、あの最近その NHK とかがですね、あの氷が溶ける、極の氷が溶ける溶ける言うんですよ、はい、ってことはあの逆に言えばあの普通の状態っていうのは氷が溶けないのが普通って言ってるんですよね。ああ、ね、普通っていうのはあなたの言う普通っていうのは何が普通ですか。この南極と北極の氷が溶けない状態が普通だってあの皆さんがおっしゃられるんですよ。あのね、氷河時代じゃない状態が普通なんですよ。ですだから氷河時代っていう名前はあって、無氷河時代っていう名前はないんですよ。なるほど、ね、なるほどなるほど。それはあの地球の平普通が無氷河だからつまり南極北極に氷がある状態っていうのは地球にとっては特別な状態なんです、うん、あ、なるほど。あの太陽からの距離から言って、あ、それはね特別に寒い時だけ、南極北極の氷がいるんですよ、うんうん、ただ我々は寿命が100年ぐらいしかないから、うんうんうん、今南極北極に氷があるのは当然だから思ってるんですよ。うん、これは特殊な状態なんですよ。だから氷河時代、氷河時代っていうのをわざわざ氷河時代って言うんですよ、うんうん、第1第2第3、うんうんうん、じゃあ間はっつったら無氷河時代なんですよ。それは言わない、あなたも名前知らないでしょ、無氷河時代言わない、それが地球なんです。だから普通の状態っていうのは無氷河の時なんです。うん、つまり南極北極に氷がない状態が例えば恐竜がいた時代とか、それはみんなそう、アンモナイトもそうです。だそうでございます南極大陸もなんかこう生き物の痕跡とかありますもんね。そうですそうです、あのある方がおかしいっていうことでございまして、南極大陸はその頃はあなたの言う頃はね多分ね、はいはい、アフリカ大陸のとこにくっついてたんです。もうわかんないわかんない、ちょっと一回締めますありがとうございます、どうも、セブンでした。どうも。